これ直近の結果で6つポイントあるんですけども、全て勝つことができるんで、マジで世界で一番稼げます。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はこちら、あなたの資金はもう廃炉で減ることは一切ありません。なんと最大131連勝を記録、1万円がたったの3時間後に200万円に変わるっていうね、衝撃な結果を生み出してくれます。そんでもってリスクゼロで世界一簡単に稼げるサインツール、こちらをね完全無料でプレゼントしていきます。リスクがゼロで資金を減らさないなんて、いや本当にそんな夢の方法あるのかってね、疑問に思う方も多いでしょうが、実際に存在するんです。まずはこの結果をご覧ください。圧倒的な連勝数、そしてこの利益額、驚くことにこれを実現したのってバイナリーを始めてたった1週間の永瀬さんです。じゃあそもそもね、なぜ永瀬さんにこのツールを伝授することになったのか、きっかけはこの LINE のメッセージでした。バイナリーなんて運任せの博打だ、稼げるはずがないってね、永瀬さんは最初かなり疑ってたんですよ。 YouTube だったりとか SNS でね紹介されてる、まあ、ツールだったりね、こう手法実際に試したけど全く結果が出ずに不信感をとにかく抱いてたんですよね。でもそんな永瀬さんにバイナリーのねこのイメージを一新してもらうために今回のツールを伝授しました。どうでしょう、結果的にね永瀬さんはバイナリーがしっかりした投資であるっていうことをね理解してくれました。それもそのはず、今回はサインに従ってエントリーをしていくだけ、それだけで稼げるっていうね、まさに世界一簡単な作業で稼ぎ出すことができますから、驚くのも無理はありません。しかもこれ見てくださいよ、直近相場の結果なんですけど6戦6勝、1時間足らずでこれだけのね結果を作り出せてるんですね。しかも今回は全通貨ペア対応なんで、純粋にですよ、1時間で7通貨ペア分ねエントリーをした場合、全部で42回エントリーチャンスが訪れます。でもってペア取率ね 1.9 倍だとして、1万エントリーで利益9000円、まあ、42をね純粋にかけると37万8000円です。しかも得られた収益を掛け金を上げてね、さらにこう複利でねどんどん回していけば、それ以上も簡単に目指せますから、少ない時間でサクッとね稼げていけるっていうのが分かったかなと思います。この永瀬さんのようなね結果を再現するために必要な条件はたったの2つだけ。この動画を飛ばさずに最後まで見て、まあ注意点とかねワンポイントアドバイスをしっかりと押さえること、そしてプレゼントをね受け取るために必要なキーワードをゲットすることです。この2つをねしっかり守って本気で稼いでいきたい方は引き続きねこの動画をしっかりと見てください。それではねやっていきましょう。レッツバイナリー。今なら LINE 登録者限定で24時間以内に10万円作れる速記マニュアル、最短10分で勝率 10% 上がる個別事業、結構裁量要素強めなんでスキルアップね狙っていきたい方にはかなりハマるかなと思います。そして最後、世の中の 1% しか知らない自動サインロジックの無料体験、いずれかが必ずね当たりますので、この機会にねぜひ参加してみてはどうでしょう。チャンスを手にするかどうかはあなた次第。はい、それじゃあねちょっと本題に入っていくんですけども、今回ね紹介するツール、その名もリタリエーションになります。ちょっとね長くて言いづらいんですけども、リタリエーションになります。これね意味で言うと仕返しだったり報復、あとはまあ攻撃やね損害に対する反撃や復讐をね指します。つまりそう、冒頭でお伝えしてたテーマ分かります？バイナリーなんて運任せの博打だと、稼げるはずないって永瀬さん言ってましたよね。これって廃炉に資金をね奪われてしまったからこそのまあ感情になります。つまり今回は廃炉に復讐じゃないですけど、廃炉からね資金を取り戻そうぜっていうね意味も込めてこちらの名前にしてるんで、ぜひねこの意味はセットで覚えていただければなと思います。じゃあこのリタリエーションって果たしてねどういう意味なのか、どういう特性をね持ち合わせてるかっていうのはこの後お伝えしていくんで、まずはセットアップからやっちゃいましょう。じゃあこれからねリタリエーションの導入方法に移っていくんですけども、忘れる前にちょっと MT4 の設定からやっていきましょう。今回は1分取引で進めていくんで、まず MT4 画面のジョブですね、必ずこちら M1 に設定するようにしてください。5分取引の場合は M5 にね設定を変えるだけとなります。まあ、今回は M1、まあ、1分取引でね十分収益化できるんで、まあ、1分でねやるようにしてください。で一応僕まあ使ってるのが MT4、 こちら
ちらの MT4 は XM トレーディングとなります。過去にワンダとか FXTF とかね、いろいろ使ってて、現在もね、いろいろ存在するんですけども、ツール入れたりとか外部エンジン入れたりとかしてね、カスタムするんだったら XM トレーディングね、断然やりやすいんで、まあ、持ってない方はね、この機会にぜひ取ってみてください。もしくは持ってない方でね、わかんない方はマネーフローとね、僕の LINE にメッセージをください。 4,5 分ぐらいで簡単にね、解説できるようなマニュアルをお渡ししていきます。プラス利益をね、今後取り続けられる LINE 登録者限定のね、方法なんかも合わせて伝えていくんで、この機会にぜひね、入手してください。ではリタリエーションですね、 MT4 上に入れていきましょう。まずこちら挿入インジケーターのカスタムの中にあります、こちらリタリエーションですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね、設定画面が表示されます。まず全般のところで DL の使用を許可する、で外部エキスパートの使用を許可するに関してはこんな感じで元々チェック入ってるんで、2つともチェック入ってれば OK です。で次にパラメータ入力を押していただき、ここでいろいろね、数値変えることができます。今回はもう直近相場に合わせてね、設定値を組み直してるっていう部分と、プラロジックとして細かいね、ロジック入ってるんですけども、ある程度相場の規則性に対してね、ロジックが自動的に切り替わるような形になってるんで、ここにはね、ちょっと表示されてません。ただそれはまあ自動的にね、切り替わるロジックになるんで、表示できないっていうのがね、正しい表現になるんですけども、特別このパラメータ入力はね、変えなくて大丈夫です。取り入れたらすぐに使ってください。あとまあ他のどこでも言ってますけど、ロジックには期限がね、基本的にあるんで、早めに取り入れることをお勧めします。それじゃあこんな感じでね、セッティングできましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そしたらこんな感じでね、セッティングできれば OK です。はい、じゃあそろそろね、実践に移っていきたいんですけども、取り条件が一致してないんで、まあエントリーするまでの流れをやっていきましょうか。今回まあ1分取引なんで、まずねターボになってることを確認で、全てのね、取引時間を押していただき、こちらですね、1分選択、あとはもう好きなね、通貨を選んでいただくだけ。ここからね、選んでいただくでも構わないですし、この全ての資産ですね、ここから選ぶことも可能です。これは全然ね、やりやすい方で構わないんですけど、一応通貨ペアによってペア取りでね、若干変わります。まあ、この辺はね、 1.9 倍ですけども、例えばまあこことかね、まあこことかね、ドル円に関してはペア取率 1.95 倍なんで、通貨によってペア取率が変わるっていうのは覚えておいてください。まああとは条件に合わせてね、エントリーをしていくだけ。僕はね、基本的に10万円で、ね、エントリーすることが多いんで、例えばドル円の場合だとね、勝てば一発で9万5000がね、手に入る形となります。エントリー条件がね、一致次第エントリーしていきたいなと思ってるんで、引き続き楽しみにしていてください。今なら LINE 登録者限定で廃炉を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね、連絡するんでお楽しみに。はい、それじゃあね、まずハイエントリーポイントからやっていきましょう。先ほどリタリエーションね、紹介した時にも軽く言ったんですけども、この矢印ついてるの見えますかね、これがリタリエーションがね、出してるサインとなります。今回はサインから見て、まあ次の足でね、ハイエントリーなんで、この足がね、確定しましたら次足行ってみましょう。はい、したらね、しっかりと条件値の確認ができましたので、まあ、10万円ですね、半エントリー1本だけ仕掛けました。まあ、さっき条件軽く言ったんですけども、まず上向きのサインが点灯していることを確認、サインから見て次の足で半エントリーをしていきましょう。今回ね、サインの次足エントリーじゃないんで、ここだけ注意してください。次の足でね、エントリーすることが勝率を高くね、できてる部分なんで、ここは必ず間違いないようにしてください。じゃあ待ってる間にね、特性についてお話していくんですけども、今回ねリタリエーションに関して価格が伸びる可能性が高い 1,2,3 パターンをね、認識して規則性を見つけてくれます。そしてその上でサインをね、表示してくれるインジケーターとなるんです。この 1,2,3 パターンっていうのはトレンドの転換点をね、捉えるために使われるチャートパターンのことになります。このパターンって上昇トレンドだったり下降トレンドが終わって新しいトレンドがね、始まる可能性がある時に出現したりするんです。もしくは上昇して一度ね、調整が入ったものの再度上昇するタイミング、まあ、だ上昇の勢いがね、ちゃんと強いことをね、確認した上でサインがね、表示されるものでもあります。そしてチャート上の動きをリアルタイムで分析して、価格がこの 1,2,3 パターンをね、形成してるかどうかっていうのを自動的に認識します。特定のパラメータ、まあローソク足の長さだったりとかボラティリティとかね、こういったものをね、元にして価格が反転しそうなところとかね、そういったところも計算してどの位置に来るかっていうのを特定してくれるんです。フィボナッチ比率だったりとかレジサポラインとかのね、まあ、テクニカル仕様を組み合わせて正確なポイントを特定する規則をね、学習し続けてくれるんで、まあ、これがね、高勝率が維持される理由っていうところにもなるんです。ちょっとね、長くお話しやったんですけども、これだけの根拠がね、しっかりしてるツールだからこそ結果が出るものになるんで、まあ、ここもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。それじゃあ結果まで待っていきましょうか。
はい、じゃあ確定しましたね。無事陽線形成されてますので問題なく勝ちとなります。今回10万円取りのペア取率 1.9 倍、つまり9万円ね、利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。見てわかるようにめちゃくちゃ簡単ではなかったでしょうか。実戦待ってる時にもね、特性についてお話ししたと思うんですけど、これだけの根拠をね持ち合わせた上でサイン表示してねエントリーをしていくわけですから、強いなんていうのはもう当たり前なんですよ。ただそのただ強いっていうだけじゃなくて、今回はちゃんと矢印でね、どっちにエントリーをするべきなのか、そこでエントリーしてちゃんと勝てるかどうかっていうところまでね示してくれるっていうのが、まあ今回のツールのね一番のポイントなんじゃないかなと思います。なんてね、世界一簡単に稼げるって、まあ言ってるぐらいですからね、強いっていうのはもう当たり前なんですけど、まだまだこれで満足しないでください。もうね覚えたから OK じゃないんですよ。こっからがいいとこなんで、より集中してやっていきましょう。はい、それじゃあねローエントリーもやっていきましょう。まあ今度は下向きのねサインがついていますので、ローエントリー目線ですね。この足確定したら次足行ってみましょう。はい、したらねしっかりと条件値の確認ができたので、まあ10万円ですね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。まず下向きのサインが点灯していることを確認、サインから見て次の足でローエントリーを仕掛けていきましょう。今回ね NZDJPY ニュージエンとなります。ペア取率ね 1.9 倍となりますので、これだけ覚えておいてください。まあ今回はもうまさしくね2のポイント、まあ意識されてるラインですよね、ここをちゃんと下回ったことね、下降の勢いをね強いことを確認した上のエントリーとなります。まあブレイクをねしっかり狙ったエントリーなんで、やっぱ結構ね強いですよ。まあ根拠がねめちゃくちゃしっかりしてるんで、このポイントはね問題なく勝てるんじゃないかなと思います。それじゃあ結果まで待っていきましょうか。はい、じゃあ確定しましたね。無事陰線形成されましたので、ローエントリーも問題なく勝つことができました。10万円取りのペア取率 1.9 倍、つまりね9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。ハイエントリーローエントリーね、それぞれ1回ずつエントリーを行ってきました。つまりトータルして2回ねエントリーを行ってきたんです。その上で合計のね利益としましては18万円となります。いやー素晴らしい。どうですか、さっきも言ったように強いのは当たり前、かつめちゃくちゃ簡単ですから、再現性が 120% ねあるって言ってもいいくらいです。ただまだ集中を切らしちゃダメですよ。わずかに負ける可能性すらね排除させる方を教えちゃいます。ただその前にね、まず把握しといてほしいのが、今回のリタリエーションのデメリットなんですよ。今回のねリタリエーションってローソク足が不規則にね形成される局面だと弱いんですよね。勢いがあんまり強くないところでエントリーしちゃうとあんまり良くないというか、結局緩やかな場面っていうのは相性が悪いと。じゃあそもそもそこも排除してくれよってね話になるんですけど、これ結構難しくて、結局緩やかな相場がじゃあ長く続いた時に、その中で規則性を帯びてしまうとそれも反応しちゃうんですよね。その緩やかな範囲の中での規則性ねパターンを割り出して、まあ、左右ね表示してくれるような形になるんで、悪い相場の中での悪い結果が出されちゃうってことです。それがずっと同じ相場が続けばいいですけど、こういう一時的な部分だったりとかするとね、どうしてもやっぱ勝率下がっちゃうんで、じゃあそこも踏まえてどういう風にエントリーをしていった方がいいのか、このデメリットって果たして解決できるのか、できちゃいます。じゃあどうやるかっていうのはね、この後お伝えしていくんで、より集中してご覧ください。今なら LINE 登録者限定で灰色を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね連絡するんでお楽しみに。はい、それじゃあね、今回あなたの資金はもう灰色で得ることは一切ありません。なんと最大131連勝を記録、1万円がたった3時間後に200万円に変わるっていう衝撃的な結果を生み出す、リスクゼロで世界一簡単に稼げるサインツール、リタリエーションですね。ここまで見てわかるようにめちゃくちゃ強いです。それじゃあここでね、さっき言ったデメリットもね解消しつつ勝率を飛躍的に上げる方法、ここについてお話していきます。ここにとあるインジケーターを加えるだけでいいんですよ。じゃあどんなインジケーターを加えるか、それもね ADX になります。これアベレージディレクショナルムーブメントインデックスの、まあ、略称になるんですけども、今回ねデフォインジ使っていきます。じゃあどういう風にねやっていくかなんですけど、試しにねちょっと入れていきましょうか。まずこちら挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらアベレージディレクショナルムーブメントインデックス、こちらを選択してください。そうするとこういった形でね設定画面表示されますので、まずパラメータのところで期間を10、適用価格はクローズ、スタイルはね黄色
別にこれは何でも構わないです。見やすい色にね設定してください。線も見やすかったら正直何でもいいんですけど、上から2つ目ぐらいがね分かりやすいかなと思います。次に色の設定をしていただき、今回プラス DI とねマイナス DI は一切使いません。これは全てノーンにしといてください。こんな感じですね。まあ表示しないようにしてもらえれば OK です。で次にこのレベル表示ですね、こちらを25と入れてください。いいですか。パラメータはまずこちらの数字で、色の設定はですねプラス DI とマイナス DI をノンと、でレベル表示はね25にしてください。こんな感じでセッティングできましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そしたらこんな感じでセッティングできれば OK です。 ADX でこのメイン線をね使う場合っていうのは勢いが強いかどうかっていうのを見てくれます。トレンドなのかどうかっていうね見定める時にも結構使ったりするんですけども、勢いが強いかっていうね視覚的に表してくれるかなり便利なインジケーターとなります。今回はまあ特徴でも言ったようにある程度ブレイクしたところでねその方向に勢いがね進むだろうっていうところをね基本的に狙っていくんで、今回の ADX とめちゃくちゃ相性がいいんです。そこも踏まえてどういう風にやっていくかなんですけども、今回は全体的に上昇に勢いが強い場面です。なんで全てのポイントがねエントリーポイントになってるんですけども、この例えば条件が一致したポイントですね、ここに対して ADX のねレベルラインが25以上推移していること、このラインに対して上にいる状態ですね。つまりここもですね、まあ縦線ね引いてるポイントの次足エントリーしていくんで、まあ、ここで待機してる段階ですけども、その際にレベル表示がね25以上推移していること、まあここも同様にそうですね。で注意していただきたいのはサインが表示されているこの足ではなくてエントリーする1本前の足ですよね、サインの次足です。要するにこの段階でレベルラインが超えてるかどうかっていうところを見てあげてください。この一手間をね加えるだけで勝率バコって上がるんでね、今回はこれもセットで覚えていただければなと思います。ちょっとやりづらいと難しいなって感じる方は慣れてからで構わないんでね、少しずつでもちょっと勝率をね上げていけるような取り組み一緒にやっていきましょう。こういった部分も含めてですけど、もし分かんない部分不明点あればね LINE で何でも構わないんでいつでも連絡ください。僕は質問大歓迎ですしね、やる気ある方好きなんで気兼ねなくね LINE いただければなと思います。はい、それじゃあねここまで見ていただいてどうでしょう。じゃあいよいよねラストやっていきましょうか。最後にリタリエーションのね受け取り方法についてお伝えしていきます。ここまでとしっかりとねついてきてるあなたであれば、今回紹介した僕の生産みたいなね利益を上げることは十分にできます。もう少しであなたもねこのリタリエーション受け取ることできるんで、しっかりとね条件は確認してください。それじゃあねリタリエーションを無料で手に入れるための3つの条件をお伝えします。まず1つ目、僕のね YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。今回ね紹介したサインツールに関する意気込み、あとはまあ今後やってほしい企画とかね、バイナリーのことで何か悩み事あればじゃんじゃんコメントをください。基本的にね僕はコメントをしっかりと見てます。今後のね動画作りの参考にもね毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととかね何でも構いません。気になることあったらねじゃんじゃんコメントいただければなと思います。それじゃあね最後3つ目、僕の LINE にキーワードをお送りください。送ってほしいキーワードはこちらです。今すぐ勝つになります。今回は速金性めちゃくちゃあるんで、テーマに沿ったねキーワードとさせていただいてます。カッコ外してキーワード単体で構わないんでね、僕の LINE にメッセージをお送りください。今こうやってね表示されてる QR コードからでも LINE 飛べますし、動画のね概要欄にも URL 記載してるんで、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってください。そしたらね3つの条件の説明は以上となります。その行動をね起こせるあなたなら、これからねこのツールを使って十分稼いでいける可能性はあります。それに今ならね LINE 登録者限定で、僕はね普段愛用してる月収500万超えの最強の仕組み、これを一部ね無料体験できる機会を設けています。いつ締め切るかわからないんでね早めに試すことをお勧めします。さらにその他ね有益な情報なんかも LINE で惜しみなく渡していくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それじゃね今回はこの辺りでおしまいにしたなと思います。続きはね LINE でお会いしましょう。